10. ピークタイムで注目を集めた大黒男児のメンバーたちが、5人組ボーイズグループアスク 2NT として新たなスタートを知らせた。アスク 2NT は最近、ソウル汚染者屋でインタビューを行い、新たにチームを結成したきっかけや再デビューの感想などについて語った。大黒男児出身のカラム、インジュン、J は昨年、ジュのオーディション番組、ピークタイムに出演し、優れた実力で注目を集めた。 彼らが主軸となり、180センチを超える長身で外国語の実力まで兼ね備えたレオン、カイルの2人の新メンバーを加え、5人組ボーイズグループを結成した。アスク 2NT は、上がる、上昇、という意味を持つ、アセントにちなんで付けられたグループ名だ。数字の2は第二の人生を始めるという意味で、強い意志と情熱を通じて第二の人生をスタートさせ、 高いところへ向かって上がっていこうという抱負が込められている。5月7日にファーストシングル、Expecting Tomorrow を発売し、本格的な活動を開始した Ask2NT は、僕たちの結成のきっかけがユニークじゃないですか。ワクワクしますし、どのようにして良いシナジー、相乗効果を見せるべきかプレッシャーも少しあります。今はワクワクしているのが一番大きいですし、一生懸命に準備したので、 それだけ良い結果がついてくることを願っていますとし、このような機会は人生に一度来るか来ないかのものだと思うのに、僕たちは二回機会があるじゃないですか。この機会を大切にして、後悔しないように最善を尽くして活動するつもりですと明かした。いので、まだ僕たちが現役として活動できるということに感動します。ただ、体力はちょっと違いましたと笑顔で答えた。カラムは、 若くて初々しい人たちを見て30代というプレッシャーや不安がないと言えば嘘だと思います。でも僕たちには彼らとはまた違う魅力があると思います。僕たちだけの確固たるカラーがあるので、それをアピールすれば公表していただけるのではないかという期待を持っていますと明かした。また、Ask2NT というグループの強みを尋ねると歌手は歌をしっかり歌うことが重要だと思います。 ダンスを踊りながら歌でメッセージを伝えるという点では負けていないと思いますとし、これほど新旧が調和しているグループは今はないはずです。世代を超えた色を出せるグループです。歌唱の部分でも出せるカラーが違います。第二世代の個性を持っている第五世代のアイドルと考えていただけたら嬉しいですと自信を示した。最後にアスク 2NT としての目標についてインジュンは、 デビューが目前に迫っていますが、韓国での活動で良いスタートを切りたいです。最初の段階が完成したら、ファンの皆さんと一緒に公演をやりたいです。新たにファンになった方もいますので、会える機会を早く作らないといけないと思いますと答えた。続けて J は、チャートに入りたいです。多くの方々に聞いていただきたいです。一生懸命に準備しただけに、一人でも多くの方に聞いてほしいです。 音楽配信ランキングのトップ100の中に入ったら光栄ですと希望を語った。